はい、こんにちは、こんばんは、さくやです。前回の、続きからなんですが、とりあえず、今回は多分ね、イベントを普通に、進めていく感じですね。新しいフィールドの攻略、進めていきます。どうしようかな、ストーリー重視で、戦闘とか、さらっとカットした方がいいのか、どうなのかなってちょっと考えてるんですけど、だそうしないとですね、動画の本数とんでもない数になりそうで、ちょっと考えてはいるんですけど、まあ後半はそうしようかなと思ったり。おっと進みますね。なんかよし、でもパーティー組んでるはずなんだけど、はい、連絡してね。さあ、ここから先が新しいフィールドだっていう説明で実際に言ってないのか。 SAO で新しい層に足を踏み入れた時もこんな風に嬉しい気持ちになりました。一歩ずつ確実に進んでいるって実感できたよね。さてと、 SAO だと第二層は森と草原のエリアだったけど、ここもそんなに変わらないんじゃない。森や草原とは程遠いわよね。草原ではないけど、前の場所が馴染み深いところだっただけに意表をつかれたな。とはいえ未知のフィールドは大歓迎だ。どんなゲームでも新フィールドってのはテンションが上がっちまう。できちまう。ちなみに SAO の第2層はどんなところだったんですか。それは死ぬと、現実でも死ぬところだったかな。緑が多いエリアで牛のモンスターがやたらと多かったよな。なるほど。町で売られている食い物とかも乳製品とかが多かったよ。へえ。けどどうやらここは全くの別フィールドみたいだからな。俺たちもリーファッチと同じく一から攻略し直しだ、まあ、オリジンだからな。そりゃ違うわ。植物が鬱蒼としていて周りを見渡すことができないね。深い森がコンセプトになっているっぽいな。それだけじゃないみたいだよ。ほら向こう。どれどれ。あれって沼？毒とか。あ、見て見て、向こうにも沼があるよ。あの、この見て見てくださいとかよく言うけど、見てくださいでよくないですかみたいなね、見てが一個多いよっていつも思うんだけど。森と沼地が広がるフィールドか。沼地か。足を踏み入れたら体力が減るっていうのがお約束よね。それそれ嫌だね。それは毒の沼地ですね。他にもぐちょぐちょした生き物が生息していたり、ゲームに出てくる沼にはいいイメージがないです。確かにな。俺は沼といえば底なし沼をイメージするよ。なるほど。底なし沼、それもかなり嫌だよね。でも実際そこのない沼なんてないよね。普通のモニターに映し出すゲームならともかく、 VR での底なし沼は相当に恐怖を感じるんじゃないか。深いだけでそこあるはずだよ。実際に体験しているような感覚になるでしょうからね。沼には気をつけて進まねえとな。とは言ったものの、周りは木に囲まれてくから、どっちに向かえばいいんだか周りの木が邪魔でよく見えねえぞ。地図見るか。したら我慢して進むしかないよ。で、うわあ、どうした。ユギ、リファ自らフラグを立てて落ちた。上ばっか見てたら沼に踏み込んじゃった。プールみたいにいきなり入った瞬間から深いってこと。落ち着けリーファ、暴れるともっと沈みやすくなるぞ。一歩踏み込んだくらいじゃ沼に飲み込まれちゃう。出れるやろ。ロープみたいなアイテムってない。ロープ、そうだ、前にクエストで手に入れたふんどしならある。それは絶対やだ。じゃあログアウトして助かるんだ。大丈夫だ、使ったことはないからよ。それでも躊躇しちゃうよ。
そんなこと言っている間にどんどん体が沈んでいくぞ。ふんどしをつかむしかないよ。って、あれ？どうした、ユウキ？もうそこがあったか。あのまま普通に足がつくんだけど。え？底なし沼じゃないの？これが底なし沼だとは誰も一言もね、確定的なことは言ってないはず。なんだ。イメージするなしかね、言ってなかったよね。もうあんたが底なし沼の話をするからそうなのかと思っちゃったじゃない。はい、俺もそう思ってしまいました。でも二人が無事で本当に良かったよ。これからは足元に気をつけて進んでいこうな。丸く収めようとしてるのがものすごく伝わってくるわね。ちょっと、まだ私たち沼から抜け出せていないんですけど。頑張れ。勝手に話を終わらせないで、早く手を貸してよ。足つくんやろみたいなね。お、ということで、新しいフィールドにやってきたか。薄暗いイメージの森だな。そこから調べよう。ああ、やっとこれでパーティーメンバー、まず登録でしょ。あ、町に戻る。あ、ここ登録されてんのね。ここですね。ああ、なるほど。行くぜ。あれ、敵地がすぐそばにあったのに遠回り。強行突破は無理か。どうしたんだ。いくら攻撃して倒せない、いくら攻撃してもじゃないかな、これ。若干字幕ミスってるよね。儀式を止めなきゃいけない。儀式ね。悪魔に不死身の力を与える呪われた儀式を阻止せよ。ちょっと見てみよっかな。やめておく意味ないよね。でも挑戦するパターンもあるかもしれないけどな。イベントリスト攻略進めよう。あー、これ行かなきゃダメか、やっぱり。まあ死んでも別にいいんだよね。挑戦してみよう。試したくなるよな。よし。いや、試す必要ないんじゃないの、別に教えてくれてんだから。あー、こいつのことか。エイビル。さよなら。いけない。よし、いくぜ。これで決めるぜ。回復するわね。やばいやばいやばい。倒せるやんかって思ったら復活するんでしょ、きっと。ほら、よーし。やっとね。よっしゃよっしゃ、こっちも回復してくれ。進めよう。多分これで、多分次の場所が
けるのかな。よし、そうそう、なんか戦ってるやついるんでちょっと挑戦してみよっかなと思ったり思わなかったり。ラジバンで、違う、痛い、戦ってるね。無敵だからね、この時間。やばいやばいやばい、アホや、全滅して追いかけられていくんじゃないの。ちょっと次のマップに強制的に移動して戻るか、そしたら多分治るっしょ。いや、あんなのちょっとね、 NPC がちょっとね使えなかった。勝手に復活した、回復するぜ。よし、そうだそうだ、回復だ。よし、もうまだ戻らないよ。あの不死身のイベントをやればいいと思うんで、じゃあまだ色付きの縁ではないかな。とりあえず1個ずつ、やっていこう。間違った。回復するね。よし。間違った間違った。ライトバッファロー、これ倒せばいいのね。任せて、ここよ。回避してくれ。回避してくれ。ナイス回避だ。よし。次、これでいいか。回避してくれ。スイッチ行くよ。なんで巻き込まれて、よし。サイドステップあんまできないからね。うわー、じゃあ少しでもいいのか。どんだけ回避させんだよ、回復しろ。よし、ラスト。お前だけだぞ。違った、まだいる。ハードバッファローとかいうなんか余計なのもいるんだよ。今だ、デッドリーなんとか。さあどうだ、イベントは進まない。回復するですよね。次の、剣のところに行ってみようか。多分色がついてないとダメなのかな。
なんかシノンだけ先にレベル上がってるのもちょっと気に食わない。待った、はい、回避してくれ。ワイルドなんとかと倒せばいいんだな。回避できないから骨で。その回復やってくれ、いつも。ナイス回復。経験値のみ回復。よし、こっちもよろしく頼む。あ、回復してたね、レベルアップで。次、こっち方向かな。このね、ハタプーンっていう音がさ、結構気になるんだよね。赤い宝箱あるから、どうしよっかな。多分あれ違うと思うんだよね。こっちでしょ。コート、あ、ちょっと装備してみる。ただ見た目がやっぱ黒マントがいいよね。ダウンダウンダウンだよ。ありそうですね。ということで、まあ一旦ここら辺で終わりにしようかな。はい、ということで、ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録の方も、よろしくお願いします。それではね、また見てください。どうも、さくやでした。またね。やるな。グッジョー。